犬や猫に発症して生命に影響する病気です。椎間板ヘルニアなどに関連して発症し、脊髄の出血がどんどん頭側へ広がっていくことで呼吸の異常を引き起こして死に至ります。出血を引き起こした脊髄は軟化していきます。